はい、こんにちは。今日も気になる健康トピックについてお話ししていきます。今日のテーマは筋トレと痛風ですね。体のために頑張って筋トレしている方で、健康診断の時に尿酸値がすごい上がってしまって医師から指摘されたとか、あとはもともと痛風の発作を持っている方が筋トレを頑張ったらこの痛風が悪化してしまったっていうケースはたびたび聞くんですね。で、筋トレと痛風っていうのは実際には関係があることですので、この原因とその対策方法、痛風にならないための対策方法について今日はお話ししていきます。まず痛風って何かっていう病気なんですことなんですけども、痛風というのは細胞に含まれるプリン体というものがあります。このプリン体っていうのは細胞の核の部分を構成する核酸っていうものの一種なんですね。そしてその細胞が壊れるときにプリン体が放出されます。そして体の中に放出されたプリン体はもう使わない分は代謝されて尿酸というものになります。そしてこの尿酸っていうのは基本的に体液に溶け込んでるんですけども、その溶け込む量が増えすぎてしまうと溶けきれなくなって飽和しちゃうんですね。で、その飽和した尿酸が尿酸ナトリウムとして体内で結晶化してしまいます。これが関節なんかで結晶化して、その結晶が神経を傷つけて激痛を起こすというのが痛風の発作ですね。もう読んで字のごとく風が吹いても痛いということで、私自身はなったことないんですけど、本当に痛いらしいですね。知り合いのおじさんなんかも痛すぎて、寝てる時に痛すぎてもう足切ってくれって泣き叫ぶぐらい痛いっていう、そんくらい辛い病気らしいので、恐ろしい病気ですね。ぜひとも予防したいところなんですけども、でその筋トレと痛風の関係については、そもそも筋トレっていうのは筋繊維を破壊する行為ですから、筋肉細胞を破壊するわけですね。でこの時点でプリン体が大量発生するっていうのはもう避けられないわけですよ。そして余ったプリン体は代謝されて尿酸になるので、尿酸値が上がるっていうのも当然起こりうることなんですね。そしてさらにその尿酸っていうのは弱アルカリ性の体液に溶けやすいので、酸性の体液には溶けにくいんですね。で筋トレをすると乳酸が大量発生しますから、体液が酸性に傾きやすいので、この尿酸が飽和してしまう状態になりやすいということもあります。でさらに言うと、筋トレを頑張ってる人っていうのは高タンパク食を続けますから、お肉とか魚なんかのプリン体が多い食事を大量に摂ることによって、ここでもまた尿酸値が上がりやすいという点で、実は筋トレと痛風というのは非常に密接な関係があると言えます。でここでちょっと考えてもらいたいんですけども、そもそも尿酸の役割とは何なのかっていうことなんですね。でこの尿酸っていうのは実は非常に強力な抗酸化物質なんですね。抗酸化物質っていうのは体が活性酸素の影響で酸化してしまうことを防いでくれる物質、活性酸素を除去してくれる物質なんですけども、この体が自分で作り出す内因性の抗酸化物質の中で尿酸っていうのは非常に強力なんですね。そして抗酸化物質って言えばビタミン C が有名なんですけども、実は人間とモルモット以外の哺乳類は全部体内でこのビタミン C を作ることができるんですね。で人間は体内でビタミン C を作ることができないので、生野菜とかを取ってビタミン C を取らなきゃいけないんですけども、その代わり非常に強力な抗酸化物質である尿酸を作る能力を持ってるんですね。これは実はビタミン C を作れなくなったから尿酸を作れるようになったんじゃないかっていう説もあるぐらいなんですね。ですからこの尿酸値が上がるっていうことは、そもそも体がそうする必要がある、つまり体の中に活性酸素がたくさん溜まっちゃって抗酸化物質を作らなきゃいけないから尿酸を増やしてるんだよっていう理解が必要なんですね。ということは体の外から抗酸化物質をたくさん取れば、この尿酸は自然に必要なくなって排出が進むということが言えるんですね。で実際に非常に強力な抗酸化物質であるトマトのリコピンというものがあります。トマトのリコピンの血中濃度と
尿酸の濃度は反比例するっていうことが分かっているんですね。つまりトマトをたくさん食べて抗酸化物質であるリコピンをたくさん取れば、その分尿酸は必要なくなって排出が進んで血中濃度は下がるよっていうことですね。でそしてもう一つ尿酸値を下げる食品としては、実はホエイプロテインなんですね。で牛乳のタンパク質っていうのはそもそもプリン体ゼロです。ですから、尿酸値が上がる心配はないんですけども、これに加えてホエイタンパクっていうのはこの尿酸値を下げてくれる性質もあるんですね。それはどういうことかっていうと、プロテインっていうのは体の中で分解されてアミノ酸になりますね。でそのアミノ酸は血液中を漂って、一部はもう尿になっちゃうんですけども、この尿で排出しないように腎臓からアミノ酸を再吸収する機構があるんですけども、この腎臓がアミノ酸を再吸収する機構はこの尿酸の再吸収とも同じなので、ここで拮抗するわけですよ。ですからアミノ酸の再吸収が増えるほど尿酸の再吸収っていうのはできなくなるので、尿酸がそのまま尿として排出されてしまうということが促進されるんですね。でホエイプロテインっていうのはアミノ酸が非常に多いタンパク源ですから、その分尿酸の排出もたくさん進めてくれるということです。でこれもミルクプロテインの摂取3時間後に血栓尿酸値が急激に低下したという研究結果があります。そして最終的にまとめなんですけども、体の弱アルカリ化で痛風予防ということなんですね。尿酸というのは先ほども言ったように弱アルカリ性の体液に溶け込みやすいので、酸性に傾いているとなかなか排出が進まないんですね。液体に溶け込まないで結晶化してしまうので尿によって排出が進まない。つまり尿の pH を弱アルカリ性に保つことによって尿酸の排出をどんどん進めることができます。でそのためにはどうするかっていうと、肉とか魚っていうのは基本的に酸性食品なので体液が酸性に傾いてしまうんですね。で逆に野菜とか果物、生の野菜とか果物っていうのは体液をアルカリ性に近づけてくれるアルカリ性食品ですから、こういったものをたくさん摂ることによって、体液を弱アルカリ性に保って尿酸の排出を促進する。で、生野菜とか果物っていうのは当然ビタミン C なんかの抗酸化物質もたくさん含まれてますから、そもそも尿酸の役割を減らすことができるわけですね。で、そして体液をアルカリ性に近づけるっていう意味では、重曹クエン酸水もものすごく有効になります。筋トレ後に重曹クエン酸水を飲むっていうことに関しては、別の動画ですでに説明しているので詳しくはそっちも見てもらいたいんですけども、体液の弱アルカリ性にして痛風の発作を防ぐという意味でも有効なんですね。そして最初まとめとして、筋トレで痛風になるのを予防してくれる食品はトマトであるとかホエイプロテイン、そして卵、鶏の卵もプリン体ゼロなんですね。プリン体ゼロでアミノ酸が多いのでホエイプロテインと似たような効果があるし、お肉とか魚に比べて痛風のリスクが少ないタンパク源であるということですね。あとはこの緑黄色野菜、そしてレモンみたいなアルカリ性食品、乳酸の代謝を促進して体が酸性に傾くのを防いでくれる食品というのが痛風を防いでくれる食品になります。筋トレを頑張ってタンパク質をたくさん取って筋肉をつけたいっていう方は、思わぬところで尿酸値が上がってしまって健康診断でびっくりするっていう方が少なくないので、こういったところで予防のことも気をつけていただければと思います。今日の動画役に立ったよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。